皆さんこんにちは。本日は森好美さんについてお話します。森好美さんは色っぽくて可愛い色川演歌を宣言している若手注目株の演歌歌手です。そんな森好美さんが難病義足なのではないかと世間で話題になっています。森好美さんの難病義足の噂は本当なのか、生い立ちを含めてお話しします。ぜひ最後までご視聴ください。森好美さん、本名黒森好美さんは1989年7月2日北海道札幌市で生まれました。4歳から北海道の民謡である江差追分を習い始め、小学校6年生の時には江差追分全国大会少年の部で当時の最年少優勝を果たしています。以降日本民謡ヤングフェスティバル2006優秀賞など数々の賞を受賞、民謡チャンピオンとして海外を訪問し歌を披露したこともあるそうです。2007年、森好美さんが18歳の時に NHKそれいけ民謡歌祭りという番組に出演したことがきっかけで、演歌歌手の細川たかしさんに見出され弟子入りすることになりました。2013年5月22日に三味線渡り鳥でデビューします。この曲は第55回日本レコード大賞新人賞を受賞しました。2015年6月12日にはファーストソロコンサートを東京日本橋三井ホールで開催し、満員の観客の前で計17曲を歌い切り大成功を収めました。同年7月、大阪新歌舞伎座で行われた福田こうへい特別公演にゲスト出演し、歌唱と芝居を初披露しました。芝居は初挑戦ではありましたが、仕事の幅を広げる良い機会となりました。2015年10月17日、韓国ソウル市内で行われた日韓国際交流正常化50周年記念日韓カラオケ大会にゲスト出演し、持ち歌である追分港、日本の民謡江差追分、韓国民謡アリランなど計5曲を熱唱し大好評を得ました。2018年1月24日6枚目のシングル口なし有情函館夜景をリリースし、オリコン演歌歌謡曲チャートデイリーランキング1位、初週ウィークリーランキングでも1位を獲得しました。2020年8月6日力士である高安明さんと7月中旬に入籍したことを公表しています。お二人の間には2021年2月19日に第1子となる長女、2022年8月20日に第2子の長男が誕生しています。ここからはお二人の馴れ初めについて少し触れていきたいと思います。夫である高安関、本名高安明さんは1990年2月28日茨城県土浦市で生まれました。日本人の父親とフィリピン人の母親との間に生まれた高安関は身長187センチメートル体重172キログラムと恵まれた体格をしています。高安関が中学卒業を控えていた頃、横綱の部屋に預ければ運が良ければ関取になれるかもと考えた父親は、見るだけと言って高安関を車に乗せるとアポなしで鳴門部屋へ向かいました。見学を嫌がる高安関でしたが、当時の師匠に大きな手足を褒められ、相撲をやる気になったと言われています。夜間高校への進学も考えていましたが、身一つで稼ぐ方が性に合うと結論を出し、中学卒業後鳴門部屋へ入門しました。入門後は稽古の厳しさに耐えかねて何度も脱走を繰り返しましたが、2005年初場所で初土俵を踏みました。その後順調に白星を重ね、2017年夏場所後に大関に昇進しています。お二人の出会いは2016年2月に放送された NHK 福祉大相撲という番組での共演がきっかけだったようです。高安関は番組内でサザンオールスターズの愛しのエリーを高い歌唱力で歌い上げ、その歌声に森好美さんは心をつかまれたそうです。しかし共演後すぐに交際に至ったわけではありません。森好美さんの師匠である細川たかしさんが鳴門部屋から名称変更をした田子の浦部屋の後援者であったことから、祝賀会や激励会に一緒に参加するうちに交流を重ね、自然と交際に発展したそうです。2019年7月高安関の方から結婚しようとプロポーズがあり、同年10月31日に福岡大野城市のホテルで婚約会見を行いました。その後高安関は腰痛の悪化から2場所連続で負け越し、大関から関脇の地位へ陥落してしまいます。2017年夏場所後、大関に昇進してからわずか15場所での陥落、歴代12位の短命大関でした。そのため婚約を発表したものの、なかなか結婚には至りませんでした。その影響か2人は婚約破棄になったのではないかと一部で噂がささやかれたこともありました。しかし2020年8月6日に森好美さんから7月中旬に婚姻届を提出し、晴れて夫婦になったことが報告されました。
結婚当初は力士の嫁と演歌歌手の両立は困難であると考えられていたため、森好美さんが芸能界を引退するのではないかと予想する声が多く聞かれました。なぜなら相撲は伝統芸能の側面があり、人によっては力士の妻となったからには専業主婦として夫を支えるべき、また引退後に部屋を持つことになった場合には女将さんとして部屋の発展に尽力すべしという古い価値観が残っているからです。時代遅れな考えかもしれませんが、有名力士の奥様は仕事を引退して裏方から夫を支える立場に回ることが多いことも事実です。しかし現在まで森好美さんが引退したという報道はありません。ここからは森好美さんの難病義足の噂についてお伝えします。結論から述べると、森好美さんは義足ではありません。森好美さんが函館の料理店で一日店長をした時の写真を見てもらえると一目瞭然です。ミニスカートの衣装から出ている足はどう見ても義足ではありません。ミュージックビデオ撮影の様子を見ていても、その歩みはとてもスムーズで自然です。このことからも森好美さんが義足ではないことは明らかですね。しかし森好美さんのことを調べると、検索ワードに難病や義足のキーワードが上位に出てきます。なぜこのような噂が立ってしまったのでしょうか。いくつか疑われる原因があったので紹介していきたいと思います。一つ目は、森好美さんの過去に患った病気が関係していると考えられます。2017年3月29日、新曲発売イベントを控えていた森好美さん、その1週間前の3月22日に急性胃腸炎を患い緊急入院してしまったのです。急性胃腸炎とは、胃や腸に何らかの原因で炎症が起こることにより一時的に下痢や腹痛、吐き気が生じる病気です。多くはウイルス、細菌、寄生虫などに感染することによって起こる感染性胃腸炎で、全年齢に生じる可能性があります。新曲発売イベントを控えていたタイミングでの急性胃腸炎、おそらく忙しさから免疫力が低下していたのでしょうね。森好美さんが入院してしまったことでイベントは中止かと思われました。しかし当日になんとか退院し、予定通りイベントは行われました。イベントで森好美さんは、ご迷惑をおかけして切ない気持ちです、復活してこれまでの2倍は頑張りたいとコメントし、完全復活を宣言しました。この入院に関する話を誰かが勘違いしてしまい、このような噂が広まってしまったのかもしれません。2つ目に、夫である高安関の怪我が原因であるとも言われています。2022年12月、高安関は大相撲九州場所で優勝を争い、千秋楽で首を痛めました。外傷性頸部症候群と診断され、全治約1ヶ月を要する怪我でした。この影響で2022年冬場所は休場しています。この怪我を高安関の妻である森好美さんの怪我と勘違いした可能性があります。3つ目の原因として考えられることは、新宿にある欠損バーブッシュドノエルのキャストである小耳さんと誤認されている可能性があります。欠損バーブッシュドノエルは、その名の通り体の一部が欠損している女性、欠損女子を売りにしているガールズバーです。2021年3月にこのガールズバーで勤務する欠損女子を一部メディアが取り上げたことがありました。その番組でインタビューに答えていたキャストさんのお名前が小耳さんだったのです。小耳さんは数年前に事故で右膝から下を切断しており、義足を装着しています。森好美さんと小耳さん、お二人とも美しい顔立ちで名前が似ていたため、どこかで話が入り違ってしまったのかもしれません。結論としては、森好美さんは難病でも義足でもありませんでした。それどころか第一子を出産後、翌年には復帰コンサートを実施していますし、第二子出産後は3ヶ月の産休後早々に復帰を果たし、コンサートやテレビへの出演など元気に歌手活動をされています。将来的に部屋の女将さんとして芸能界を引退する可能性はゼロではありませんが、現在のところは引退の予定はなさそうです。今後も彼女の美しい歌声が聞けるなんて、ファンとしては嬉しい限りです。さらなる活躍を楽しみにしております。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。